安住野市は、長野県中部の市、旧五町村域を包括する広域名称である安住野を市名に採用したもので、あるが、安住野が指し示す範囲としては、明確に確定された線引きはない。一般に、当市の北池田町、松川村、大町市南部、松本市の安佐川地区なども含まれるとするのが、有力な説である。また、振り仮名は、安住野であり、英章は、 安住のと表記する。振り仮名を、安住の安住のいずれにするかは合併協議会において議論がなされた。安住は、解任罪の転じたものであるとされているため、安住のが採用された。ホ高川とその奥に見えるのがゴミ処理施設。安住のランド、安住の市は、長野県中央部に広がる松本盆地の北西部、安住川、カラス川、黒沢川、厨房川などによる、 複合線上地上に位置し、全体的に清流に恵まれた地域である。先端部には豊富な湧水があり、わさびの栽培が盛んであり、日本最大規模のわさび園の大王わさび農場を市内に持つ。市街地域の大部分を占める線王部は河川の地表の流量が減少するためかつては工作に不向きであったが、 十が関に代表される数々の用水路の開発により、地域全体が考えされ現在のような水田地帯となった。気候は内陸性気候に合わせ、旧豊島町、旧若島町、旧三里村は中央高知式気候、豪雪地帯の旧保高町、旧堀金村は日本海側気候となっている。人口は約九万五千人町を要しており、県内では、 長野市、松本市、上田市、佐久市、飯田市に次いで六番目に多い。常年岳、有明山、全常年岳、お天章岳、椿倉岳、長ヶ岳、光、城山、長峰山西川、あず川、中草川、高瀬川、唐津川、万水川、小高川、黒沢川,川、海田川十河、関、矢原関、新田関、神左門関、鳥羽関、 新堀関松本市、大町市、池田町、松川村、行坂村、筑北村、安美野市ウェブサイトによれば、国内融合、交流都市は以下の7つ。うち6つは、旧町村による提携を引き継いだもので、2005年の安美野市発足以後、改めて安美野市としての協定が結ばれている。安美野市ウェブサイトによれば、国際交流先は以下の2つ。 宮城第一水力発電所、中央図書館美術館博物館穂高駅、JTB 時刻表では、豊品駅が中心駅として記載されている。国指定及び登録文化財長野県指定文化財、安曇野市指定文化財。ありがとうございます。